こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルの目玉焼きです。目玉焼きですね。うまいっすよ。もう一番好きな半熟具合になってます。プル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 で、次にだしオムレツです。だしオムレツ、だしオムレツ、卵焼き、白ご飯、今日は野菜もなしです。卵とご飯だけ。まあなんと偏った。雨で買い物が行けなかったのでこうなりました。明日も雨なら同じことですね。困ったもんです。さて、肝心の体重ですが、昨日と同じなのかな、ちょっと増えたのかな。体重 56.6、 体重 56.6、 体脂肪率 8.7、 体重 56.6、 体脂肪率 8.7、 内臓脂肪レベル1390、基礎代謝1390、内臓脂肪レベル1、筋肉量 49.0、 推定骨量 2.7、 筋肉量 49.0、 筋肉量スコアマイナス1か。はい、もう一度。体重 56.6、 多分同じ、変わってないのかな。体脂肪率 8.7、 体重 56.6、 体脂肪率 8.7、 基礎代謝1390、 内臓脂肪レベル1、筋肉量 49.0、 筋肉量スコアマイナス1、推定骨量 2.7。 はい、でもう一度サムネイルの目玉焼きです。目玉焼きです。でもう一個、だしオムレツ作るための卵液です。卵焼きです。だしオムレツです。白ご飯です。これに今映ってるのに、まだだしオムレツ LL2 個分、合計 LL10 個分です。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。